いやなんか息のこの部分もそうですけれどもなんかこういろんな部分のスイッチにもなってるみたいですね。そうう、ね、本当に切り替えるというかかよしじゃあこれから頑張ろうって前向きになれるスイッチをこう自分で持ってる形になってるというかなんかそういうのって結構、ね、どうしようどうしようってなっちゃうけどこれはルーティーンじゃないですけどこれを食べたら大丈夫これがあるから大丈夫っていうあのオンになるスイッチになってると思います。 素敵なお話たくさん出てきましたけれども、はい、じゃあもうフリスクがあれば安心ですね。そううですねもう本当にコミュニケーションのこれからのマストアイテムなんじゃないかなと思いますぜひもうこれからねフレッシャーの皆さんには今の言葉をこを振り返っていただいて、はい、ぜひ新しい方たちとの出会いもフリスクで前向きにこう、はい、ぜひこう自信を持っていただきたいですね。そうですね楽しみながらはい さあ、ということで、こう、はめましては、いい息でプロジェクトでは、こう、新生活でのコミュニケーションの不安を解消していくプロジェクトなんですが、荒木さんは、こう、新生活を始める上で、 困っっったたここととてどんんなことがあったんでしょうかこうちょっと大学に入った時のことだったり、はい、こう大学を卒業してこう本格的に社会人になられた時のことを振り返っていただいてちょっとお話しいただきたいんですがうん、うん、そうですね私は大学に入った時があのすごく環境が違ったというかあの今まではあの ななんとなくこう同じ地域に住んでる子たちが通うところに、えっと、通ってたのが大学生になると国も違ったり地域も違ったりもう県も違うしっていうところで本当にいろんな、えっと、今まで会ったことのない「えっと初めまして」っていう子たちがいっぱいいる環境に飛び込んだ時にすごくやっぱり緊張 したりとかあどう思ってるんだろうっていうのを必要以上に考えてしまう部分っていうのがすごくあったんですけどでもやっぱり自分のことをさっきと重複しちゃうんですけどあの自分のことをこう知ってもらうためにはやっぱり相手のことを知りたいしあの知ることによって自分のことも知ってほしいっていう気持ちであの自分らしく えっと入れるる努力っていううのをするようになって、でそういう努力をして自分らしく入れるようになったらやっぱりあの自分の意見をあのすごくこう聞き入れてもらえたりとか受け入れてもらえたりっていうことが増えて自自分の自信にすすごくつながったんですよねだからあのまあ新生活っていうことで緊張することまあ私はあの地方に行ったりとかなんかこう環境がすごく 住んでるる環境が大きく変わるとか,なんかそういったことではなかったのでよりその新しい土地に行かなきゃいけない人とかはすごくもっとより緊張したりとかすると思うんですけどでもあのしっかりと、ね、あの安心材料を自分の中でコツコツ積み重ねて自分に自信を持って入れる状態でいるようにして新しい場所に行って自分に自信を持って。 自分らしく振るる舞える環境を自分で作るっていうのがあすごく改めて大事だなと思いましたし結果的に相手のことも知れるしあの自分がその環境であの生きていけるっていう自信にもつながるなっていうふうに思ったのであの、まあ、困ったことはたくさんあったというかはい、はい、あ,あ なんかここをどうすればいいんだろうって思ったこともあったんですけどなんか結果的にこう自分が自信を持って相手とコミュニケーションを取ってることで助けてもらえたりもするしあのすごく新生活困った時に自分にいかに自信を持ってあのいるっていうことが大切なのかっていうのが分かったので、まあ、それはみんなに気づいていただきたいなとも思いますしあのそんなにこう気張らなくて大丈夫だよって言ってあげたいなっていう気持ちもすごくあります。 はあ、これはもう新生活で、はい、対人関係などに悩んでるとかっていう方はね是非参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。